ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。聞いてよマリサ、実は数日前に好きな俳優さんからメールが来て会話してるんだよね。連絡ツールの都合上課金しないとだから、今からコンビニ行ってくる。待て、お前また詐欺に引っかかってるぞ。じゃあ私が話してたのは、どっかの詐欺師だ、芸能人の名前を語るメールは詐欺の典型、絶対返信したらダメだろ。あれだけ話してもまだセキュリティがガバガバか。しょうがない、今日も詐欺被害に遭った芸能人を紹介して霊夢のセキュリティを向上させるぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、2度の詐欺で百数十万の損失。内山信二。トップバッターは内山信二だぜ。内山信二とは元子役で現在はお笑いタレント、グルメリポーター、俳優として活躍している人物だ。まるっとしたフォルムと柔らかい笑顔でお茶の間を和ませるお笑いタレントだな。笑うと顔がくしゃっとなるのが可愛いよねー。さてそんな内山信二なんだが、実は20代の頃に2度も詐欺の被害に遭っているんだ。もともと子役としてかなり売れていた彼は、10歳の頃には月収3000万に到達していたくらいでな。そんな人気ぶりに目をつけたのか、詐欺師が次から次へと寄ってきたんだ。芸能人の辛いとこね。まず1度目は、知人と一緒に銀座にいたところに詐欺師から声をかけられたそうだ。詐欺師は運転手付きのロールスロイスに乗ってダイヤのついたロレックスを腕にはめており、非常に羽振りのいい風貌だったぜ。男は内山らに対し自身の仕事を投資だとした上で、ゴムの木への投資を持ちかけたんだ。ゴムの木、なんでそんなもの？さあな。一応詐欺師が言うには今後ゴムがなくなり値上がりするため、タイのゴム山に一口100万円から投資すれば数千万から10億の利益が出るとのことだったぜ。内山は当初怪しんではいたものの、身なりの良さから男を信用し100万円の投資をしてしまったんだ。うわぁ、それ全部汚い金で買ってるやつだって？間違いない、だがそんなの当時の本人は知りようがないからな。投資後半年ほどはタイのゴム山についてハガキで状況報告がされていたが、ある日を境に音信不通となったぜ。不審に思った内山が現地を確認したものの投資先のゴムの木は存在せず、しばらくして詐欺師は逮捕されたものの100万は一銭も返ってこなかったんだ。あっさり100万持ってかれたー。そして2度目は六本木で一時期噂になってたカニ漁船投資詐欺だったぜ。内容は一口30万でその年のカニ漁に投資し、大漁なら相応の金銭的還元が、不漁でも配当としてタラバガニ10杯が得られるというものだったんだ。この最悪でもカニはもらえるという内容に内山はまたも投資を決定、30万を詐欺師に預けたぜ。すぐ大金を渡すんじゃない？当然ながらこちらも投資した30万はあっさりと騙し取られ、配当される予定だったカニも届くことはなかったぜ。こうして二度も詐欺に遭った内山は、20代のうちに詐欺師に130万を騙し取られるという停滞末路をたどったんだ。130万あったらカニ何倍も食べれるって。まったくだぜ。若さゆえの無謀さもあったんだろうが、一度のみならず二度も騙されてしまったというのが辛いところだ。それに有名でなくとも若くて無知というのは詐欺師のいいかもだ。おいしい話には必ず裏があるものだと年齢問わず心に刻んでおきたいものだな。2、元銀行員に騙されて1億以上の被害。薬師寺安永。お次は薬師寺安永だぜ。薬師寺安永とは元プロボクサーでタレント、俳優、ボクシング解説者としても活躍してる人だ。現役中は辛辣な批判も多かったが、そんな中でも世界王座を獲得し4度防衛した実力者だぜ。さすがの体つきだわ。さてそんな薬師寺安永なんだが、実は過去に投資詐欺で巨額の被害を受けていたんだ。薬師寺安永が詐欺師と出会ったのは2010年のこと、知人の会社経営者からみずほ銀行本店の行員だとして詐欺師を紹介されたことがきっかけだったぜ。身元も紹介経路もかなりまともじゃない？そうなんだよな。詐欺師と知人のつながりはわからないが、こんな前情報で紹介されたらどんな話を出されても鵜呑みにしてしまう人は多いだろう。ただこの詐欺師が持ちかけた投資話は月利 5% というあまりにうますぎる内容だったため、当初薬師寺は信用していなかったんだ。おお、偉すぎる。そのため薬師寺は後日、同様に投資を検討していた知人と共に、詐欺師が本当に銀行員なのかを確認するため本店に出向いたんだよ。すると、なんと詐欺師はしっかり社員証を下げて本店から出てきたんだ。じゃあ本当に銀行員だったの？ああ、みずほ銀行本店の銀行員として働いてることに一切の嘘も偽りもなかったぜ。これにより薬師寺は、これは本当にみずほ銀行が関わってる投資話なんだ、と完全に信用し投資を行ったんだ。だが、この投資話だけは、しっかり詐欺だったぜ。いやもうこんなん避けられんて。この詐欺師は上手すぎる、これだけ確固とした社会的地位を持ちつつ一番それを活かせそうな詐欺話を持ちかけてるからな。
しかも銀行が 100% 元本保証をすると断言した上で、当初はしっかり配当も届けていたんだ。そしてこれに安心した薬師寺ら被害者が投資額を増やしていくと、突然支払いをやめ解約にも応じなくなったんだよ。はぁ、無駄に頭が良すぎる。この計画され切った詐欺により、薬師寺はなんと約1億3000万もの大金を騙し取られることとなったぜ。当然ながらその投資額の大半は未返還のままで、詐欺発覚後はマスコミによってこの被害が大々的に報道されることとなったんだ。お、億単位被害に報道、心折れるって?一応この詐欺師は詐欺発覚により銀行を退職、その後逮捕され裁判で実刑判決を受けていた。ただ被害金は返ってきていない上、一部ではこの詐欺被害が当時の妻との離婚理由の一つとなったともされているんだ。つまり薬師寺はこの詐欺で億超えの巨額の被害を受けただけでなく、生涯の伴侶すらも失うという悲惨な末路をたどったわけなんだよ。いやー、しんどすぎるって?もう一歩踏み込んだ確認があれば防げたことなのかもしれないが、正直相手の社会的地位のある身元が保証されている以上疑う方が難しいよな。疑う意識を持ってても騙されることはある。だから霊夢のようにセキュリティガバガバの人はこうやって詐欺の手口をしっかり知ることが大事なんだぜ。心に刻みますー。3、騙された回数2桁、被害額は3億超え。池谷幸雄。お次は池谷幸雄を紹介するぜ。池谷幸雄とは元体操五輪銀メダリストで、22歳で引退した後に体操教室の指導者やタレントとして活躍した人だ。2010年には参議院議員選挙にも出馬しており、かなり幅広い才能と活動を行っているぜ。手広すぎて尊敬しかない。さてそんな池谷幸雄なんだが、実は過去に複数回詐欺に遭っているんだ。特に大きな詐欺は人生で4回で、高校時代のトレーナーに騙されたのが始まりだったぜ。トレーナーとは彼が大学生3年生の時に再会し、その後家族ぐるみの付き合いをしていたんだが、ある時トレーナーが池谷にクリニック開業を持ちかけたんだよ。知人からの詐欺本当にやめて。心が痛いよな。もちろんトレーナーを慕ってた彼はこれを快諾し、費用捻出のために借金までしたそうだ。だがそんな彼の気持ちをトレーナーは裏切り、およそ1億円の開業資金を騙し取って失踪したぜ。はぁ、クズが過ぎる。しかも1億円のうち3分の2程度は借金で作った金だったため、これ以降5年ほど池谷は借金に苦しんだんだ。そして2度目、これは彼が不倫の末に離婚することになった時にあったものだ。彼は妻側に支払う慰謝料と養育費の工面のために当時所持していたフェラーリを売却しようとしたんだが、なんと悪徳ディーラーにそれを丸ごと騙し取られてしまったんだよ。いや、罰が当たるスピードが速い。なんでも悪徳ディーラーに知らず知らずのうちに譲渡契約を結ばれフェラーリを丸パクされたらしく、金額にして1200万円前後の被害を受けたそうだぞ。そして3度目、これは彼の夢であった体操クラブの体育館建設時に起きたぜ。どこまで行っても詐欺られてるね。とんでもない人生だな。この体育館の建築の際には下請け業者から手ひどく下げられており、施工費用を5000万円水増しされていた挙句、その費用を持ち逃げされていたんだ。なんと被害額は約1億円にも上ったぜ。億とか何千万ってそう何度も下げられていい額じゃないんだけど。そして最後には、おなじみの未公開株の投資詐欺に遭っているぜ。投資詐欺を持ちかけてきたのは彼の友人で、内容は3000万の元手があれば毎月450万儲けられるといったものだった。これに乗った池谷は3000万を友人に支払い、最初の1ヶ月は説明通りの儲けを受け取ったが、その後連絡が途絶え残りの金を全て持ち逃げされてしまったぜ。ひぃ、すでに被害額凄まじいよ。ちなみにこれ以外にも彼は累計10件ほどの被害に遭っており、被害総額は3億円を超えると話していたぜ。しかもイメージ問題や弁護士費用の問題、裁判をしても勝てないという印象などから、彼は全ての詐欺において泣き寝入りしており、そのせいでカツカツの生活を送っていたんだ。嫌な気寝入りしちゃうの良くないと思うんだけどな。まあ元五輪選手ともなればそうした悪い人間も寄ってきやすいんだろうが、それにしたってこうもホイホイ騙され泣き寝入りしてしまうとはな。結局本人は3億円以上を騙し取られて生活が苦しくなった上、もうお金がないから被害に遭わない、と悲しすぎる開き直りをしなければならないという末路をたどることとなったんだ。うわぁ、嫌すぎる。完全にカモだと思われてるって。まあ間違いないだろうな。詐欺に遭いすぎてる過去からなおさらカモとして詐欺師の標的になる可能性もあるし、これまでの経験を生かして身を守っていってほしいものだぜ。4、格付け失敗で4億円前後の損失。ガクト。お次はガクトの紹介だぜ。ガクトとはシンガーソングライターや俳優、最近では YouTuber としても活躍している芸能人だ。世界中に多くのファンを持つ人気アーティストで、保湿用の滝を備えた豪邸を所有していたなど浮世離れしたエピソードに事欠かない人物だぜ。
いや、とんでもないな。ザ・セレブといった私生活や雰囲気を持っており、芸能人格付けチェックという番組では常に一級品を見抜く慧眼の持ち主でもあるからな。だが、実はそんなガクトでも詐欺に遭ってしまったことがあるんだ。慧眼持ちでも。ああ、彼が騙されてしまったのもまた、投資詐欺だったぜ。この詐欺はクエストキャピタルマネージメントという投資コンサルタント会社が行った大規模なもので、2016年に詐欺が発覚した時点で全体の被害額が113億円を超えていたんだ。113億。しかもこの被害額はたった60名程度から巻き上げたものでな。そのためガクトが実際に支払った額は出ていないものの、数千万はくだらない、下手すれば億単位で被害に遭っていてもおかしくはないとされているぜ。いやー、軽傷であってくれ。残念ながらその可能性は低いだろう。なんせガクトはこの投資にかなりのめり込んでいたからな。関係者の話によれば、彼は投資のためにかの有名な滝のある豪邸を売却していたんだそうだ。加えて詐欺発覚前後に6000万ほどの愛車を売却していたという話もあり、これが全て投資につぎ込まれていれば4億円前後の被害額になっていると推測されているぜ。ひぃ、軽眼持ちなのになんでのめり込んだかな。人間誰しも間違うことはあるし、何よりこの詐欺には大手企業や芸能人も複数騙されていたからな。というのもクエストは独自のシステムで市場動向を自動判断し儲けを出すと謳っており、被害者にはリスクがない。元本は保証するし必ず毎月数パーセントの配当を届けるというかなり甘い言葉で被害者を誘っていたんだ。なんか言葉だけ聞くと詐欺の典型だよ。客観的に見ればそうだろうな。だが何度も言うように詐欺師は口がうまい。その上被害者には見せ金として最初は配当を行っていたんだ。そのため運用がしっかりされていると信じ込んだ人も多く、ガクトもその一人となってしまっていたんだぜ。なんでこう悪知恵が働くかな。しかし実際はクエストが提示した投資話は運用されていない、というかもはや存在すらしていなかったんだ。出資金は信用を得るための偽の配当に使われ、残りは当然詐欺師の懐に入っていたぜ。113億ほとんど詐欺師の遊ぶお金に。そういうことだな。結局この詐欺の首謀者であった人物は逮捕されたものの巨額の出資金は被害者の元には戻らず、ガクトは4億円前後の金を失う悲惨な末路をたどることとなったんだ。それに金の工面のために車や自宅を売ったのが本当なのであれば、彼は文字通り全てを失ったことになるな。うわぁ、そんな残酷な話ないよ。一応クエストには2015年時点ですでに財務局から警告書が出ていたが、その時点ですでに出資金は使い込まれてただろうし、出資する前、あるいは出資してすぐの段階で気がつけていなければこの被害を食い止めるのは難しかっただろうな。これだけ慧眼の持ち主だとされていた芸能人ですら巨額の詐欺に遭い全てを失ってしまうんだ。無知のままではかもまっしぐらなのがわかっただろ。わかりすぎてもう涙目よ。誰も信じられなくなるって。5、一流俳優も詐欺で9億以上を騙し取られる。ダニーブーン。お次はダニーブーンを紹介するぜ。ダニー・ブーンとはフランスの俳優で、映画監督、脚本家、プロデューサーとしても活躍している人だ。コメディアンとしてデビューして以降人気を博しており、いわゆるスターやセレブといった言葉の似合う人物なんだぜ。この人見たことある。バツイチは恋の始まりと出演映画が日本で公開されていることも多いからな。しかし詐欺被害というのは万国万人共通で、人気俳優であるダニー・ブーンもまた詐欺に遭ってしまった一人なんだよ。こんな成功者でも、まあ稼いでいる成功者だからこそ目をつけられたのもあるだろうな。まずダニーブーンは自身の所有するクルーザーの改装業者を探している際、セーリングを通じて知り合った人物から詐欺師を紹介されたんだ。詐欺師は自身をアイルランドで100年続く貴族家系の後継者だとして彼に近づいたぜ。詐欺師あるある、身元を固めてくる。社会的地位が確立されてること以上に人の信用を変えるものはないからな。そして詐欺師は自分の身元を信じ込ませた後、クルーザーの改装とともに高金利で非課税の投資話を持ちかけたんだ。怪しい怪しい、絶対やめといた方がいいって。何度も言うように、詐欺は第三者から見れば怪しいが当人からすればそうじゃない。ダニーブーンも怪しさに気づくことなくこの話に乗ってしまい、クルーザーの改装費として約3億、投資費用として約6億1000万の計9億1000万を詐欺師に渡してしまったぜ。ひえー、サラリーマンの生涯年収3人分以上だよ。彼の経済力もだが、これだけの大金を詐欺師に渡してしまったというのがとんでもないな。ただこの支払い後、詐欺師一族の経営する企業に買収話が出た等の、不審なやり取りがあったためにダニーブーンは詐欺師を疑い始めたんだ。そしてその同じ詐欺師から被害を受けたという人物の協力を得て調査を行ったところ、支払った金が海外に送金されてることや、詐欺師の話に出ていた企業買収の相手や投資先が存在していないことが判明したんだよ。おお、よく気づけたね。
これによりダニーブーンは詐欺師を相手取って裁判を起こし、現在も法廷で争ってる最中なんだ。現時点で詐欺師はまだ容疑を否認しているが、すでにダニーブーン側が詐欺師の所有する不動産やクルーザーなどの資産を一時的に凍結することに成功したぜ。おお、大金を取り戻してくれー。この凍結が行われてるうちは詐欺師側が勝手に受け取った金を使い切ることはできず、支払い能力なしとして返金が免除されるような事態にもならないだろうからな。被害者が他にもいる以上、おそらくダニーブーンの勝利と支払った金銭の返還は確約されてるも同然だろう。これは光のルート全然あるでしょ。ただ、現状彼が9億もの金を失ってることに変わりはない。加えて今回の詐欺被害による裁判で少なくない費用がかかっているだろうし、多忙な時間を削ることにもなってるはずだ。現状でもすでにため息の出る末路の途中に放り出されてることは間違いないぜ。被害者が損するのほんと腹立つよね。おそらく他の芸能人よりは被害が少なくはなるだろうが、それでも失うものがあるのは同じだ。被害者が損をする面があるなんて悲しいことだが、それが世の常である以上、それを避けるためにもやはりセキュリティの向上で自衛していくのが大事だよな。6、2度の巨額トラブルで5億の負債。TKO 木本。最後は TKO 木本を紹介するぜ。TKO 木本に関してはまだ現状全てが詐欺と決まったわけではなく、あくまで投資トラブルにまつわる騒動だとして報道されている。また現在進行形の話で情報に足りない部分や不確定さもあるんだが、かなり今回のテーマに近く興味深い話であるために取り扱わせてもらうぜ。あいあいさー。まず TKO 木本とはフルネームを木本武宏といい、お笑いタレント TKO のツッコミ担当をしているんだ。元松竹芸能所属だったが、今回の投資トラブル騒動で事務所を退所しているぜ。すでにデカすぎる損失出てる。間違いないぜ。さてそんな TKO 木本が関わっている投資トラブルについて説明していこうか。騒動が明るみになったのは2022年7月、TKO 木本が多額の投資トラブルを抱えてるとして新聞記事が出たんだ。この記事により木本が芸人など仕事関係者に投資話を持ちかけたこと、そこで集めた金を持ち逃げされたことが判明し大騒ぎとなったぜ。初っ端の報道が強烈すぎるのよ。びっくりだよな。実はもともと木本はこうした投資をかじっており、今回騒動となった投資以前からビットコイン投資や FX 等にのめり込んでいたんだよ。そんな中で出会ったのが A という自称 FX トレーダーで、今回の騒動のキーマンの一人だ。A は周囲のトレーダーから一目置かれる存在で、当初は彼の技量を尊敬した木本が一人で金を預け運用を頼んでいたんだ。ふむふむ。そのうち投資仲間にも A の話をするようになり、そこから木本の知人も A に金を預け運用を頼むようになったぜ。そうして集まった額はおよそ1億円前後、加えて法人を立ち上げたいとした A に木本は1000万を貸していたんだ。ただ、この A は2020年夏頃に突如失踪したぜ。うわぁ、1億と貸した1000万持ち逃げじゃん。ああ、ただ木本の懸命な捜索で A は一度発見され対話もできたんだ。しかしそこで判明したのは、A は実際には一切 FX の運用を行っておらず、練習用画面を見せることで木本らを騙していたという驚愕の事実だったぜ。これはがっつり詐欺では。しかもこの後また音信不通になってるしな。現在は弁護士同士でやり取りしてるが、返済計画も話にならない額で提出してくるありさまのため法的措置を検討しているそうだ。と、ここでまず1億円相当を騙し取られたわけだ。そして大きな損失を負った木本に、またも悪魔の声がかかってしまったんだぜ。もうやめてあげてー。次に声をかけてきたのは自称不動産投資家 B だったぜ。彼は会長をしてる自分の知人にしか触れないすごい土地があるとした上で、この土地を知人と協力して資金を出し合い転売すれば短期間で利益が出せると木本を誘ったんだ。これに藁をもすがる思いで木本は乗り、同様に A の被害者となった知人らもこれに参加したぜ。もう投資はやめなって。追い詰められて思考力が鈍ってたんだろう。なんせ木本は知人らから集めた5億円近い額を全て B に託してしまったんだからな。しかしその後 B からは投資がうまくいってないから還元はまた来月、と立て続けに連絡が来てな。一応木本の催促で約1億6000万は返済されたんだが、その後は待てども金は返ってこなかったぜ。お、終わりや。聞いてるだけで吐きそう。挙句の果てには、B の弁護士から突然内容証明が届いてな。内容は、払う気はあるが払える金がない。というお察しのもので、しかもあくまで B と公正証書を作成し取引したのは木本だから知人らとのあれこれは木本側が対処しろとも言っていたぜ。はぁ、正論なのかもしれないけどどの口が言ってるわけ？全くだぜ。加えて内容証明という形は取っているものの、これは実質 B も飛んだのと同じこと。その上本当に B が投資運用をしていたのかもまだ不明でな。そのため責任を感じた木本は、
自身で建て替えて知人らへの返金を行うことにしたようだ。うわぁ、自分の被害より建て替えの負債の方がエグいって？話を聞く限り彼はみんなにも儲けてほしい一心で話をしていたようだが、結局この騒動でトータル6億円強、そのうちの4億円前後を負債として抱えるという悲惨な末路をたどることとなってしまったな。それにこの騒動で出演予定だった番組類は全てキャンセルし事務所も退所した。まさしく全てを失ったと言っても過言じゃないぜ。いやぁ、辛すぎる。加えて今後の情報次第で刑事問題に発展する可能性もあるし、建て替えた分の金が返ってくる保証もない。まさしくどん底、ここからどう立ち直るのかと思うほど絶望的な末路に足を突っ込んでると思うぜ。ひえー、想像しただけで吐くって。結局今の段階ではそもそもこの騒動が詐欺なのかすらはっきりしない状態だ。そのため今後本人の口から語られる真実は何なのか気になるところだぜ。それにしても、本当にただ詐欺に巻き込まれた被害者なのだとすれば、これまで紹介したどの芸能人よりも悲惨な状態になってしまってるよな。お金もそうだけど社会的地位がヤバすぎるんだよ。ほんと詐欺怖すぎるって。というわけで今回は詐欺にあった芸能人第2弾を紹介したぜ。知らない人の話は詐欺、投資は詐欺。霊夢が疑心暗鬼に。もちろん知らない人だから絶対に悪というわけではないし、投資も必ず詐欺とは限らない。ただ自身の知識の及ばない領域や信用に足らない人にはしっかり警戒心を持つことが大事だな。さて今回の動画はここまでにしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。